こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。霊夢、今日は幕末の江戸三大道場について解説していくぜ。おお、それは興味深いね。よし、江戸三大道場は桃井俊三の狂心明治流士学館、斎藤弥九郎の神道無念流の連平館、千葉周作の北辰一刀流の玄武館のことだ。それぞれ有名人を輩出してるよね。それぞれの流派の剣術の達人になることが目的だったはずなのに、なぜか修行した人たちの中に、幕末の明治維新で奔走した有名志士たち、それも清川八郎、桂小五郎、坂本龍馬らが輩出したことで有名になったんだ。すごいメンバーだよね。じゃあ、詳しい話よろしく。それでは、ゆっくりしていってね。また、それぞれ、井の桃井、力の斎藤、技の千葉と称されたが、明治になってどの流派とも対戦した松崎波四郎が言い出したことで、リアルタイムでは三大道場とはいられてなかったみたいだな。また、この三道場には秀成が開いた連武館を加えて、四大道場とも言われたが、砂漠派の旗本の門弟が圧倒的に多かったために、明治後の空気を読んで外された説もあるんだぜ。よし、まず、幕末の剣術道場についてだ。実戦が行われる機会はほとんどなかった江戸時代にも剣術は大きく発展して、流派は700を超えていたんだ。そして戦国時代から江戸時代初期の頃の剣術は、戦場での戦いを想定した甲冑着用の、海蛇剣術だったが、時代が下り、甲冑なしの兵服で、平時の切り合い、個人戦を前提の、素肌剣術へ変遷した。それに戦国時代と違い、江戸時代は死刑の忠義が重んじられ、儒教的な武士とはこうあるべきという理想像を掲げた武士道ができた時代なんだ。なので、武士たるゆえんである剣術も、禅が取り入れられて信仰や精神の鍛錬が重視されるようになった。そして幕府によって、怪我の恐れのある木刀での立ち合い稽古や試合が禁止され、型中心の稽古になり、その後は竹刀や防具が発明されて、安全な中で競技の技を競う形となったんだ。そういうわけで剣術は奨励されて、各藩の藩校や幕府の公部署でも教えたが、江戸には道場は500以上、流派も200以上あったと言われている。すごい数だねー。江戸時代初期には、野宮神影流とか一刀流とかが有名だけど、いろいろ枝分かれしていったんだ。中には、末物斬りという罪人の斬首と試し斬りが専門の山田千右衛門の流派もあった。それと、それまでは多くの流派では太夫試合を禁じていたのだが、官制の改革で武芸が奨励された後、徐々に太夫試合が行われるようになり、直進影流小谷派の小谷誠一郎信友や神経東流八代目伊庭秀成が広めたんだ。なので幕末の頃には、他道場を訪問して教えを乞う武者修行も流行したし、道場の方でも訪問者を歓迎したのだ。道場や流派の方は太夫試合を拒否したり、弟子が武者修行者に倒されたりすると評判に関わったし、弱いとみなされた流派は、家宝とか、道場憲法と蔑まれたんだ。逆に武者修行者を次々と打ち負かすと、道場と流派の評判が上がったぜ。なるほど、形だけで勝てない剣術なんて誰も習いたくないし、実戦では他流派と戦うことを考えたら、太夫試合は必要よね。それに江戸時代は身分制度が厳しくて、武士の中でも階級があった。しかし身分に関わらず優秀な人物が勉強して認められると、学者や医者、僧侶になれるのと同じく、どんな身分の男性も剣術の道を極めて認められると、剣術師範として、藩や幕府に召し抱えられて武士になれる、または武士の家の養子になることができたんだ。なので、武士以外に剣術や柔術を教えるのは幕府に禁止されたけど、実際は農民や町民などの入門者は多くて、江戸の町の道場には武士に限らず、いろいろな身分の者が入門していたんだぜ。そうなんだ、近藤勇や土方歳三も農民出身だったね。うん、それとペリー来航で世の中が騒がしくなって、剣術を習いたい若者が続出して道場も大繁盛したんだ。それで獅子たちも道場から生まれたってことかな。あと、道場破りというのは、どんなのか知ってるかい？時代劇では、道場に、頼もうって来た太夫の訪問者が来たら、腕の立つ門弟が試合して、それで訪問者が勝つと看板持っていかれる。逆に門弟が勝てば訪問者がボコボコにされるよね。うん、それはさっきの別の流派同士の太夫試合のことで、本当は、道場破りじゃないんだ。本物の、道場破り、本来の意味はもっとすごいことなんだ。江戸時代の道場破りとは、剣術や柔術など武道の二つの流派間で対戦して、勝った方が対戦した皇帝や師範を殺した上、相手方の道場を破壊することだったんだぜ。だから、流派の対立になるので藩の場合は藩が仲裁したらしいが、実際はほとんど行われず記録に残っていない。もしあった場合は、選ばれた見聞役がルールを決め、
見聞役に反論する者は即切腹となり、大戦は真剣や木刀で死をかけて行ったそうだ。また、流派破りという、相手流派を完全に消滅させるための大戦が門弟を取り込むために行われて、敗北したら剣術の流派として不十分とされて門弟は離れて離散し、その流派の名前も忘れられたんだぜ。知らなかったわ。厳しい実力の世界だねそれでは、三大道場の最初は、位の狂心名一流士学館だぜ。師匠は代々桃井俊蔵を名乗るが、初代の創始者は、大和郡山藩士だった直義だぜ。直義は、宝暦7年に浪人した後に諸国を歴遊して、戸田流、一刀流、野宮新影流、堀内流を治め、戸田流の日立を基本に、創術の山本無辺流の長所を加えて編み出したのが、狂心明智流なんだ。流派名は富田流の技名、狂心にちなみ、当初は、狂心明智流の地に、狂心に改めた。直義は、安永2年に江戸へ出て、大野義士流剣盤山と称して、日本橋南茅場町に道場を開いたぜ。ふむふむ、芝愛宕山の計画事件で評判となった後、門人で養子の2代目直和が完成年間に築地あさり河岸に道場を移転を、私学館となると門人も増えていき、3代目直和は、市内打ち込み稽古と試合剣術が流行したせいもあって盛況となったんだ。そして4代目の直政は、沼津藩下中十左衛門の次男だが、天保12年27歳で、3代目に天才的な立ち筋を見込まれて養子入りし、25歳で奥伝、嘉永5年に後を継いだのだ。なお、位の狂心明智流とは、この4代目のことを言うぜ。そうなんだ。で、愛宕山の計画事件って道場を開いた記念に芝神明社に持参の額を掲げたら、近所の直進影流長沼道場ら、他流派から目をつけられて試合を挑まれたが、初代直義は病気を理由に断り、二代目直和は試合にたびたび負けたので、江戸中に悪評が広まったんだ。しかし、四代目の、位とは、剣道の形で言う三本目で相手を傷つけず圧倒する。位詰めのことで、やっと四代目になってからは違ったみたいだな。それで、この士学館出身の士は士学館の出身で一番有名なのは、土佐藩の武市半平太と岡大蔵だぜ。武市半平太随山は、土佐藩の豪士で白札で、上司と同等の階級、板垣大助の親戚で、坂本龍馬の桃園だ。武市は土佐藩で一刀流、小野派一刀流を学び、初伝、中伝を受けた後に、25歳で高知城元に道場を開き、小野派一刀流の免許改伝を伝授され、妻の叔父の創術家と共同経営の道場にしたら、中岡慎太郎や岡大蔵など、120人も門弟が集まり、後の土佐勤王等の母体になったんだ。武市は藩内に出張教授も行っていたんだが、安政3年8月に、藩の臨時御用として江戸での剣術修行が許可され、岡大蔵や五十嵐文吉らと江戸へ出て士学館に入門した。そして武市の人物を見込んだ四代目桃井俊蔵から狂心明智流改伝を授け、塾頭になったぜ。武市は、乱れていた士学館の風紀を正して気風を祝然としたということだ。おお、なお、武市は1年ほどで祖母の病気で土佐に帰り、西国遊説などで他藩と交流して尊王攘夷運動を指導。土佐勤王党を結成。藩政に携わる吉田東洋を暗殺させて土佐藩政を牛耳る。京都で尊王攘夷運動を行う。土佐の政変で勤王党弾圧のもと捕らえられて切腹となった。切腹は3回腹を切った後、両脇から解釈人2人に心臓をつかせたという壮絶なものだったんだ。武市は坂本龍馬と親しかったのよね。武市は大柄で品格があったらしくて、誰もが、武市先生と呼んだというのだが、龍馬だけが、阿義と呼んでいたらしい。それと岡大蔵は、人斬りで有名で、武市の命令でいろいろな人を、暗殺しまくったと言われているが、人斬りは後に小説などで言われたので、同時代では同時代の同志から、天中の名人と呼ばれていたそうだ。伊蔵は要人の護衛もして、勝海舟が語ったところでは、龍馬の口利きで岡大蔵が勝の護衛をした時、三人の暗殺者に襲われたが、伊蔵が一人を切り捨てて一括すると残り二人が逃亡したことがあった。勝はその後、伊蔵に人殺しはいけないと説教したら、しかしあの時自分がいなければ、先生の首はなかったです。と言われたので、さすがの勝も一言もなかったという話があるぜ。へぇ、勝海舟、伊蔵に一本取られたんだねー。狂心明智流のその後だが、四代直政は、文久2年により企画200俵の幕臣となり、翌年に工部所剣術教授法で役になったりしたが、慶応3年に将軍警護役として大阪にいたが、軍議で戊辰戦争開戦に反対して離脱し、その後は新政府のために、大阪の治安維持の名には隊を率いたり大阪で激権指導した。
また、東京でも警視庁の創世記の激検世話係に直政の弟子の上田馬幸助たちが登用されたので、現代の警察庁にも共振明治流派わずかに受け継がれているぜ。そうなんだ。よし、次は新東無念流の連兵官だぜ。新東無念流は、江戸時代中期、下野の国出身の福井平右衛門義平が創始した流派で、江戸に道場を構えた。そして二代目の戸ヶ崎熊太郎の弟子が、天命の仇討ちを果たした後に長田かまって、麹町に道場を構えてから門人が3000人以上になり、三代目の岡田重松義俊の激剣館から出たのが、連兵館を開いた斎藤弥九郎なんだ。連兵館は、力の斎藤と称され、幕末期には、現在の靖国神社の敷地の南西部一帯にあった。連兵館では斎藤弥九郎の隠居所で連兵を行い、より鍛錬を重視したんだ。鍛錬鍛錬。力の拳法なので、市内稽古でも渾身の一撃、新大津を一本としたので、太夫よりも防具を牛皮などで頑丈にし、太夫試合で皇帝が相手に重傷を負わせたとか、稽古が荒くて入門者が一時減ったほどなんだぜ。稽古の度に、平和狂気といえば、その身一生持ちうることなきは大功というべし、これを持ちうる早むことを得ざるときなり、私の意思遺恨等に決して持ちうるべからず、これ、すなわち棒なり、という道場訓を読まされ、連兵官塾生は日課の、塾中兼礼として、毎朝、5つ時まで素読を行い、午後の出稽古のない時は手習い、学問、兵学、法術を勉強し、怠惰に日常を過ごさないよう訓示され、剣術だけでなくて、空いた時間に学問も収めるのを遵守することになっていたんだ。厳しい、なんか自衛隊とか、兵学校みたいじゃない？だな、それじゃあ、師匠の斎藤弥九郎について紹介するぜ。斎藤は越中国の農民出身で、文化7年、高岡へ丁稚奉公へ行ったが挫折して帰郷し、その後、文化12年、親に一文銀をもらい、それでは足りないので野宿までして江戸へ行ったが、旗本の瀬ゆうこれすけの小物となってから運が向き、主人の野瀬が、剣術を新東無念流激剣館に、儒学を古賀正理、兵学を平山行蔵、文学を赤井玄蔵、法術を高島明穂、馬術を品川五作に学ばせてもらったんだ。熱心なご主人だったのね。斎藤は、20代で新東無念流岡田道場激剣館の師範代に昇進し、岡田の死後は、後継者の年貞を貢献したのだが、文政9年に独立して、連兵館を創立した。この連兵館創立の資金援助をしたのが、激剣館で同門だった江川秀達で、代々伊豆の韮山大官の家柄で法術の塾を開き、韮山に反射炉を作った人だ。へぇ？斎藤は江川が韮山大官に就任した後、江戸詰め書き役となって、天保8年の大塩平八郎の乱では、江川の命で行方不明だった。大塩の行方を調べに大阪へ派遣されたり、同じ年の4月に江川と共に、刀剣省に扮して治安の悪い会の国の状況視察、公衆尾行を行った。ちょっと時代劇の隠密みたいなことしたの？面白い。それでここ出身の有名人って誰だっけ？まず、斎藤の、激剣館での兄弟弟子には、江川の他に、水戸藩の水戸学者藤田東湖、晩舎の獄で有名な渡辺火山などだ。斎藤の弟子たちは、長州藩の桂小五郎、高杉晋作、井上文太、伊藤博文、品川屋二郎、津山藩の生見忠一、大村藩の渡辺昇、仏性寺安家、長岡藩の根岸慎五郎、三部藩の野原正一郎などだ。なお、新選組の長倉新八は連兵官ではなくて、三代目岡田重松義俊の激剣官出身だ。そうなんだ、桂小五郎が連兵官に入ったきっかけは何だったの？弥九郎の長男の慎太郎が開国狩猟をした時に、各地の道場で剣豪を破って注目され、長州藩で高く評価され、地元の道場で剣術を学んでいた桂小五郎は、慎太郎にスカウトされて、嘉永5年、19歳で藩に許可されて、私費で江戸に留学し、連兵館に入門したんだ。ほほう、174cm と大柄だった桂は免許改伝を得て、入門1年で塾頭となったんだが、同時期に免許改伝を得た、大村藩の渡辺昇、と共に、連兵館の双璧と称えられたんだぜ。桂は、幕府工部署の総裁だった直臣影流小谷誠一郎の部友の、直弟子を破るなどで、5年間連兵館の塾頭を務めた間、剣豪として有名になったぜ。そして大村藩などの江戸藩邸に招かれて剣術指導をし、あの新選組の近藤勇の天然理神流司令官道場にも助っ人として、太夫試合の相手をしたと言われている。近藤は桂について、恐ろしい以上、手も足も出なかったと言ったそうだが、事実かは不明だ。新選組の近藤さんと知り合いだったのかい？天然理神流は市内での試合に弱かったから、太夫試合希望者が来ると、連兵館に助っ人要請が来て、
渡辺昇が司令官へ行った話を残しているので、渡辺の次の塾頭の桂も助っ人をしたみたいだ。真相は不明だが、京都時代に近藤は、司令官時代の恩があるから、指名手配犯の桂をわざと、逃がした話が囁かれているぜ。うわぁ、そうだったんだ。しれっとした顔で仮名で司令官の皇帝でござると出てきて、あっという間に相手を打ち負かす桂小五郎、御用改めでござると大声で怒鳴って、桂が逃げるまで待って踏み込む近藤局長は、容易に想像できるな。それと、藤田東子や江川秀達などの知り合いも多い師匠の斎藤や九郎が、雑談とかで、桂らに尊王攘夷思想や、国防とか日本の未来についてなど話したりして、桂が影響を受けたのは本当みたいだ。桂は、江川秀達の法学塾に入門したし、お台場築造工事にも江川の付き人として視察しているもんね。やっぱ、剣術修行だけじゃなくて江戸へ出たのは大きかったんだね。斎藤は、水戸家とのつながりが深かったから、安政の大獄でも危なかったみたいだ。その後は、桂らの長州藩とのつながりで、文久3年に長州藩に依頼されて、十数名の選抜した門人を、有志組と称して長州へ派遣したり、慶応4年に、上野に立てこもる将棋隊から首領になってと頼まれたが、断り同年に明治政府に出資して会計官兼判事となって大阪に赴任した。なお、連平館は靖国神社の創建で、明治4年に牛込見つけ内に移転したが、文明開化で剣術は廃れて連平館は錆びれたが、昭和50年に、斎藤や九郎と縁のある斎藤慎太郎が、栃木県小山市に剣道道場として再興し、現代剣道を教えているそうだぜ。なるほどね。よし、最後は北辰一刀流の玄武館だぜ。これは本殿北辰流と別殿一刀流を合わせたもので、創始者は千葉周作成政、だ。周作は、一刀流を中西忠兵衛種政とその門人の浅利又七郎義信から学んで独立し、従来、単なる打ち合いだった剣術稽古法をがかり稽古、を中心にした稽古法にし、やたらと多かった免許の段階を3段階と簡素化したんだ。そして剣術の指導法を、神秘性に偏らず合理的な指導にしたため、他流派では10年かかる修行が5年で完成すると言われ、彼の剣術指導法は現代剣道に大きな影響を与えた近代的なものなんだ。素晴らしい。北辰一刀流の構えは、剣先を赤霊の斧ごとく震わせるのが特徴で、技の千葉と言われ、それ剣は瞬足、心、気、力の一致という周作の言葉も有名だ。北辰一刀流の玄武館は、文政5年に本橋品川町にできたが、周作の教授法と昇級制の簡略化で大人気、門人急増で神田お玉が池に拡張移転し、弟の貞吉も京橋桶町に道場を建てて指導した。へぇ、貞吉の道場はあくまでも玄武館の司書らしくて、小千葉、桶町千葉と言われて道場名はないんだ。また、周作の息子たち、長男の木曽太郎、次男栄次郎、三男道三郎、四男多門四郎らも有名で、特に栄次郎は、千葉の古典具と言われたほどだったが、溶接したのが惜しまれるぜ。そっか。でも、技の千葉かっこいいね。それと道場のあった神田お玉が池は、学者町と言われて漢学塾も多くて、門弟たちは勉強もして政治に関心を持ったと言われてる。そして周作以下の千葉一門は、道場を経営しながら、水戸藩や鳥取藩などの剣術師範も兼任していた。なるほどね、それでこの玄武館出身の有名人や志士たちは主な人物は、浪士組を作った清川八郎、江戸無血会場の立役者で無刀流を編み出した山岡鉄舟、日本最初の独話辞典を刊行した日比谷健次郎、水戸藩に仕えた海保半兵衛、新選組の東道平助、会津戦争で有名な森養蔵などだ。ただし、新選組の三男圭介は北辰一刀流免許改伝だけで、玄武館か桶町の出身かどうか不明だ。それと新選組から分派して御用絵師となった伊藤木之稲太郎は、江戸深川中川町の北辰一刀流剣術伊藤道場に入門して道場主に婿入りした人だ。おっと、一人忘れてない？土佐の坂本龍馬は、桶町千葉の塾頭だったぜ。当時、上級武士と下級武士は同じ道場で稽古ができなかったので、玄武館は上級武士、桶町道場は下級武士用だという説もあるのだが、龍馬は千葉定吉先生の息子十太郎に教えてもらい、その妹の佐奈子さんが、龍馬の婚約者と言っていたという話は有名だよな。おお、千葉佐奈子さんか、龍馬が挙げた片袖が片身になったんだねー。そう、龍馬は千葉十太郎と一緒に勝海舟の暗殺に行って、弟子になって帰ってきた話もあるよな。あれは明治後に勝が語ったのだが、勝幕臣だし、当時は誰かの紹介状がないと会ってもらえなかったので、勝の記憶違いと言われているんだ。実は龍馬は、越前福井藩主松平春岳からの紹介状で勝に初めて会ったらしい。なんで龍馬が藩主の松平春岳と会えたかといえば、
定吉先生と重太郎が越前福井藩に剣術教授に行っていたので、藩主春学とのコネがあり、龍馬は、師匠の千葉家のつてで春学と出会ったと言われている。龍馬は春学に見込まれて、海援隊に投資してもらったりしたが、元は千葉家つながりで志士として世に出たということになるぜよ。なるほどぜよ。桂小五郎も斎藤先生のコネで井川秀達に会って塾に入ったけど、龍馬も定吉先生のコネで重要人物に会っていたんだね。この時代はいろいろな人物につてをたどって会いに行って論議をして情報交換したんだ。それに、桂や龍馬が江戸で剣術稽古をしていた時期に、ペリーが二度目の来航をしたので、二人とも藩に駆り出されて浦賀に警備に行き、実際に黒船を見た芝幕府の対応とかも見ているんだ。そしてその後、龍馬が亀山社中を起こして長州藩と取引したり、薩長同盟の仲介とかするときに、昔すでに江戸で桂らと知り合いだったとか、あの桶町の塾頭の坂本かという実績で、話がスムーズに進んだのではと思うぜよ。いつまで龍馬風に喋るんだよ。ところで千葉周作は、天保10年に、徳川斉昭の招きで水戸藩剣術師範となり、2年後には馬飼役として百石の扶持を受け、次男の栄次郎と三男の道三郎もそれぞれ水戸藩の馬飼役となった。定吉と長男重太郎は鳥取藩の江戸藩邸に仕官したんだけど、藩主池田慶徳は斉昭の息子なので、水戸家つながりかもしれないんだ。しかし幕末には、周作の子たちが創生したので玄武館は閉館してしまったが、明治後に、自栄次郎門下の下江秀太郎が警視庁剣術世話係となり、明治16年に、周作の孫の千葉周之助が、旧玄武館門弟の山岡哲船と井上八郎の貢献で、東京の神田錦町に玄武館を再興したり、周作三男の道三郎に指示した小林貞之が、本宿菊川町に死生館を開いたりと、日本剣道の発展に関わったんだ。死生館は、その後養子の四郎が、北海道小樽市へ移転して小樽玄武館を建てたが、太平洋戦争中に閉鎖したということだ。そうなんだ。そういうわけで、三大道場の紹介をしたのだけど、幕末に多遊派との剣術試合が行われた話をご紹介するぜ。実は、坂本龍馬が剣術試合に出た記録は数種類あって、なんと桂小五郎と坂本龍馬が対戦した話があるんだ。え、そんなことが、中には、武市半平太が、龍馬が桂小五郎に勝ったと大喜びで国元に知らせた手紙が、龍馬が行くにも出てくるんだが、当時すでに武市は国元に帰っているし、桂ではなく、木戸になっているので、明治後の偽物とされているんだぜ。ぜ、桂と龍馬の対戦は、詳細な伝記の、木戸高義公伝にも出てこない、幻の試合と呼ばれていたんだが、安政4年3月、江戸梶橋の土佐藩上屋敷で、藩主山内豊重の御前で開催された、剣術大会で桂と龍馬が第一試合で対戦し、5本勝負で3対2で桂が勝ったと記録する資料が、2017年10月30日に群馬県立文書館で発見され、信憑性が高い資料として注目されているのだ。え、じゃあ、本当に対戦したんだ、なんか感激。あと、現在、龍馬の、北進一刀流の薙刀の初目録だけで、免許改伝書などは大正2年に消失したとのことで、本当に免許改伝か疑問視する見方もあって、そこから坂本龍馬の業績を否定する方向まで行くこともあるみたいだ。だけど、この資料で龍馬は最初の試合に対戦して、桂に負けたけど5本のうち2本取ってるし、剣士としても優れていたことの証明になると思うぜ。だね、龍馬は確か寺田屋で親指の付け根に重傷を負ったから、両手で刀を握れなくなったんだよね。それに大宮では風邪気味だったし、江戸三大道場についていろいろ紹介してきたが、やっぱり黒船来航で騒然とした世の中になって、剣術道場が大流行した時期だったので、道場では剣術だけじゃなくて、学問も奨励したり、情報交換も行ったしで、桂や龍馬たちは、長州や土佐の田舎にいてはわからないことも肌で感じたし、必要な知識も吸収したってわかるよな。若い頃にスポーツで自信つけて、そして他の世のため人のために、役立つ医療を成し遂げたって、素晴らしいことじゃないかと思うよ。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画がためになったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。